はい、どうもコミです。さて本日は僕のレジェンドをちょっと見てほしいなというふうに思ってます。で、あんまりね、まあ、見せるほどすげえレジェンドではないんですよ。まあ、ただあのリーグ戦がちょうど終わって、そのリーグ期間中、ドラゴン編成を中心に使ってたんですね。ドラゴン、インドラ、ドラゴンライダーですね。ヤマタノオロチなんて言い方もされてますが、で、その時に、まあ、花火を中心にやってたんですけども、今回はスパガゴ作るのがちょっともうだるくなっちゃって、あのレジェンド用にね、適当に今インドラと、あ、なんだ、ね、スケルトンの組み合わせを中心とした、あのインドラスケルトンっていう、まあ、編成、まあ、それにドラゴンとドラゴンライダーを入れて、でちょっと回してるんですけども、意外にね、これがいいんですよね。あの、ほぼ、半年ぶりは言い過ぎか、3ヶ月ぶりぐらいにやったんですけども、結構やっぱ使えて、今、スーパードラゴンが対策されているからかもしれないですけど、あの、このね、通常のドラゴンを使った関連の編成っていうのが、ちょっと手薄になってんのかななんていうのが気もします。まあ、そこでね、今日は、それをちょっと中心に見ていきたいと思うんですけども、まあ、何せ、こういう感じの村ですね。シングルインフェルノがある村、ここにね、結構刺さるんですね。で、まあ、すごくシンプルに、説明すると、タウンホールは突撃艦にレイジを入れながら、さらにフリーズも入れて、確実に落としていきます。これですね。で、スケルトンに関しては、シングルインフェルノとかヒーローですね、こういうのが。いるところに使っていきますが、今回で言うと、ここマルチがあるので、これね、ここは、スケルトン使ってもあんまり意味がないです。なんで、そっちはヒールを押さえていきながら、スケルトンは上側に使っていくという格好にしてます。ドラゴンを面でこうドバッと出していきながら、キングとアーチャークイーンはこちら側をこうぐるっと外周を歩かせます。これタウンホールじゃない、クランジョンがあるからですね、ここに。クランジョンの範囲にキングクイーンを入れたくないんで、まあ、そっちじゃない方にクイーンとキングを歩かせるって、まあ、それだけの理由です。ほんとシンプルにね。で、これほら、スケルトンが遅れちゃってるんですよね。で、キングがたけられてるんで、慌ててここにフリーズを打って、でキングの闇を測ってます。こんな風にね、だいぶヘボヘボなんですよね。まあ、アーチャークイーンに対するスケルトンもまあ一応決まってますけど、決まってるって言ってもなんか2発も打ってなんか持たなかったかなって気もしなくもない。で、下側には、ヒールを打っていきながら、でもこれ安いパーにガンガン吹かれてますね。全くここあのフリーズを無視して、エアスイーパーに吹かれまくってるドラゴンを放置しちゃったんで、これ、本来フリーズをエアスイーパーにもうちょっと早く打つべきだったのかなっていう気がします。こんなとこ打つよりもね。そうするともうドラゴンの進軍が早くなるんですけど。っていうような、まあ、荒削りなところがいっぱいあるにせよ、ほら見てほしいんですけど、こんな感じでいけちゃうんですよね。基本キングとクイーンがぐるっと外周回るんで、このクイーンが打ってくれるこの辺までっていうのは、この辺ね、この辺までっていうのは、あんまり気にしなくてもいいんですよ。それじゃなくて、ここの中のここ。ここの部分をしっかりドラゴンとロイヤルチャンピオンで潰していく。これですね。あーっと、起きちゃった。ドラゴンとロイヤルチャンピオンで潰していくというのがすごく大事で、まあ、そこを意識しながら使っていくっていう、まあ、形になります。意外になんですけど、ドラゴン、インドラ、ドラゴンライダー、長生きするんですよ。スーパードラゴンにみんな慣れてしまって、なんかあれが強い強いっていうふうについ思っちゃいがちなんですけど、特に今その配置ってコピーがしやすいので、スパドラの攻めを対策しているような配置って割と、まあ、よく、コピーで入手できたりするんですよね。まあ、そういう環境でレジェンドもそうですし、あとまあ対戦もそうですね。スパドラに頼っちゃうと結構うまくいかないことが多いんじゃないかと思うんですけど、僕今回、ちょっとこの編成、久しぶりにやってみて、あ、なんかやっぱ強えなっていうのをね、改めて実感しました。ぜひね、試してみてもらいたいんですが、まあ、もう一本、こんな風な村には刺さりますよっていうのを見てもらってから、僕の失敗力も見てもらって、まあ、どういうところがね、難しいポイントかっていうところもちょっと話をしていこうと思います。シングル3本ですね。まあ、こういう村に関しては、もう徹底的にこれが刺さりますので、ガンガン使っていくべきだと思います。全く同じプランですね。クランジョンはこっちにあるので、キングとクイーンはこちら側に歩かせていきます。クランジョンから援軍ついたくないですね。今、やっぱりそのスーパーボーラーとか流行ってる手前もあって、援軍がラバハンドとかアイスゴーレムの場合結構多いんですね。そうすると、ほぼほぼ実はこの攻め方をした場合って、援軍無視できちゃうんで、そこが何って強いんですよね。めっちゃ美味しいです。今回は、スケルトンじゃないわ。ストライカーとアーチャーが出てきましたけども、残りたぶんこれラバーですよね。ラバー出てこないんですよね。なんですごくここ、援軍無視状態で先に進めます。で、しっかりレイジとフリーズをかけながらタウンホールを潰していく。ここのコースト消しない方がいいですね。これタウンホールを押しなかったら、もう悲惨な目に遭うんで、まあ、きっちりね、フリーズとレイジかけちゃってもいいと思います。で、ワンチャンこのシングルインフェルノも、バルーンとかが落としてくんないかななんていう人もいました。
で中央部分ヒールを与えてレイジを打って、あのレイジヒールでしっかり真ん中までこうねユニットが伸びます、伸びていくので、そうなってきたらあとは、ね、この外周部分を、あとアーチャークイーンが今歩いてますね、ここね、こいつをぐるっと回して取り切るイメージなんで、まあ、この辺までですね、この辺までをしっかり落としていければいいということで、そこにロイヤルチャンピオンを入れていたつもりなんですが、これミスりましたねかなりミスってます。はい、でこんな風になってしまうとちょっと厳しいんですけど、まあ、そこに対してどんな風にまあリカバリーができたかってところもちょっとね今回見てもらえたらと思います。こんな風になっちゃってもいけるんですよってところですね、逆に言うと。はい、中心部分のアーチャークイーンのところにこれクイーンがうまいことターンして入ってきてくれたんで、持ってたスーパーボールブレーカーをワンチャン狙って投げたらうまいことここについたって感じですねここにたまたまついたんで、それでああよかったって感じ。はい、まあ、ここのね部分をちゃんと壊しきってから投げるっていうことは意識は知ってましたけど、まあ、あわやでしたね。あわやでしたけども、こんな感じで、呪文のね、結構、打ちミスなんかが漏れがあったり、遅れがあったりして、うまくいかなくても結構ユニットが伸びてくれるんで、もうこの、やっぱり、編成の万能さってあるのかなと思いました。これ、ボックス配置って、これ、ね、スパドラとかだと結構取れないんですよね。僕もよく、スパドラにボックスにスパドラかまして、星2の低パーセントで終わるなんてことは結構あったし、ましてや花火なんか使うと結構うまくいかないことが多いんですけど、この数で押し切るようなドラゴン、インドラドラゴンライダーだと結構押し切れますね。でよく聞かれるんですけど、この3体のこれとこれとこれね、何の意味があってこれ入れるんですかっていう話なんですけど、まずドラゴンこれは HP です。でこれドラゴン、インドラこいつは火力ですね。火力って何かっていうと、主に相手のヒーローを潰したり、クロスボウ、投石機、イーグル砲、まあ、さらにはクラン城とかこういう体力が高い施設っていうのをきっちり潰していくためにインドラを入れます。特にバーバリアンキングなんかはスケルトンとインドラの組み合わせできっちり倒していくっていうのがポイントですね。でドラゴンライダーこいつは言わずもがな、もう防衛を狙ってくれるんで、対空砲とかに真っ先に向かって破壊してくれます。さらにマルチインフェルノであったりとか、そういうところに積極的にこう向かってくれるんで、前衛に張ってるドラゴン、足を縦にしながら、ドラゴンライダーでこう刺していくという格好を作る。みたいなね、コンビネーションがこいつの、内訳というかね、役割分担になります。で、ラスト1本は、まあ、僕のミスリプレイですね。どういうところにミスってんのっていうのを、まあ、詳しく見てもらうには、多分これが一番個人的におすすめです。結構ね、時間切れ5割、攻めミスって、星に5割っていう感じかな。まだやっぱり、しっかりとこの攻め方の勘どころが染み込んでないんで、結構こういうミスをしちゃうんですけど。で、まず、今回の、いいところに関しては、これですね。ここの部分の処理をしっかりする。これ、ボックス配置ではなくて、対策陣系の配置。まあ、要するに、この四隅の角、こういう風に割った時に、タウンホールがこういうところにある配置ですね。今回のこれもそうなんですけど、この四隅にある配置っていうのは、タウンホールのある真っ赤くざっくりこういう風に取られるとすると、タウンホールのこの部分を序盤に壊しておくんですね。ここを。壊しておくことによって、タウンホールに関しては突撃艦を当てて、潰していくから、結局、ユニットがこういう風に向かってくれる、こっちに入らないっていうメリットがありますね。なので、しっかり下側は、フリーズも使ってバルーンで潰していきました。で、キングとクイーンは基本外周回します。中には入れない方がいいですね。ぐるーっと最後まで外周を歩かせ続ける方が良くて、こういう対空砲が壁際にこう置いてあるような配置っていうのはむしろカモになるので、遠慮なく回していきましょう。ただここね、なんかしたけど僕、穴開けたんですよね、ここのところを。これをやったのがもう大失敗でしたね。で、次、真ん中に関してはレイジ、さらにはヒールを序盤にどんどん打っていって、ドラゴンたちの HP 管理を積極的にやっていきます。で、インドラがもうこの辺で落ちちゃったのかな、上方向に少しいるか。中心ドラゴンライトとドラゴンがいてくれてますけども、結構厳しい感じ。で、ここでスケルトンが早いんですね、これ。本来このスケルトンって、ババキンのターゲット、さらにはシングルインフィールドのターゲット、これしっかり通るために、ここに打っていく必要があったんですけども、こういうところ、手が空いちゃったからって言って、時間持て余して、スケルトの呪文を先に打っちゃったことによって、まずババキンがフリーになっている。さらにシングルインフェルノがフリーになっちゃって、味方のロイちゃんがあっという間にやられちゃったっていうパターンですね。で、さらにさっき言ったように、これ外周歩かせる
要になったヒーローを序盤の中に入れちゃったおかげで、ヒーローたちの進軍が遅れてます。なんで今頃ここに来てるんですね。もっと早くこっちに来てくんなきゃ困るんですけど。で、スーパーウォールベイカー、スキルトンか、がなかったんで、このシングルが無双しちゃって、ここに、スーパーボールブレーカー持っていくのは保険としていいんですけど、最後ね、残る区画に入れていくために使うだとか、あとは、スケルトンの呪文があるならば、最後の区画、シングルが最終地点にあるんだったら、ここに打つ用のスケルトン取っとくとか、そういうケアをね、しっかり、できてなかったところは未熟だったかなっていう感じがしますよね。はい。なので、そういうところもしっかり煮詰めていけば、この編成、まだまだ今の環境を刺さるなというふうに思ったので、ちょっとね、一昔前に流行った、流行ったのかもしれないです。半年弱前ぐらいかな。日本一決定戦が去年あった、ちょっと前ぐらいにめちゃくちゃ流行って、確か、綾瀬さんがこの編成でレジェンド無双していましたけども、その環境がまた少し再燃しかけてきていて、レジェンドでやっぱりそれが使えるようになってくると、クラン対戦でも使える場面っていうのが増えてくると思うんで、ぜひですね、ドラゴン戦術、スーパードラゴンに今までこだわって使ってこられた方っていうのも、改めてこういうドラゴンインドラ、ドラゴンライダーの組み合わせっていうのを試してみたりとか、これは別に今みたいにスケルトン型でなくても、花火にしても、スーパーノバっていうね、クローンバルーンの編成にしてもそうですけども、使い直してみるといいんじゃないかなというふうに思います。ぜひね、このスケルトン型も、使ってみてもらえたら結構星に安定で取れるので、個人的にはドラゴンの入門として本当おすすめかなと思います。これカリーさんに教わって僕も結構練習したんですけど、マジでドラゴンのねコツがいろいろ掴める編成なんで、やってみてもらえたら勉強になるし、実際強いしだというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、改めて見直したいドラゴンインドラ、ドラゴンライダーということでですね、ドラゴンのお話をさせていただきました。どうだったでしょうか。こんな形で僕のチャンネルクラン対戦の解説の動画中心にやっております。今日はレジェンドでしたけどね、動画いいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。とても励みになりますので、ポチッとしてもらえたら嬉しいです。そしてこれからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。